ますます若翼、離婚したけど結婚したことを失敗だとは全く思ってない10年ぶりフォトエッセイでリアルを語る。モデルの駅若翼が3月19日に約10年ぶりとなるフォトエッセイ翼リアルを発売した。ますます若翼、10年ぶりフォトエッセイ翼リアル。現在インスタグラムやツイッター R などの総フォロワー数180万人を超えるます若はギャルのカリスマとして当時経済効果100億円とも言われており、その後もつけまつげや化粧品をはじめ大ヒット商品を連発する商品プロデューサーとして活躍し続けている。またプライベートでもこれからの新しい30代女性の生き方を体現。本書はそんな駅若の生き方について大切れにしていることをエッセイとして書き、さらにますます若の最新ファッション、メイク、そしてインスタでも話題の料理レシピまで詰め込んだ充実の一冊となっている。ますます若翼、リアルを語る。エッセイでは仕事、人生、恋愛、人間関係などについて包み隠さずリアルを語っている。自分みたいに面白くない人間が芸能界で食べてこうなんて恥をかくだけだと思ったという自身がなるはずではなかった芸能人に至るまでの思い、離婚したけど結婚したことを失敗だとは全く思ってない、あの時の経験があるから今があるという人生観、息子にはもし明日私が死んだとしても生きていけるような子になってほしいという母としての思いなど、ますます若本人が赤裸々に明らかす。